株式会社横浜シーサイドラインは、神奈川県横浜市で新交通システム、金沢シーサイドラインを運営している、横浜市や低品急行電鉄、西武鉄道、横浜銀行などの出資による、第三セクター方式で設立された鉄道会社である。本社は、横浜市金沢区の並木中央駅に隣接した、車両基地内に所在する。なお、 シーサイドラインの名称及びロゴマークは2010年より同社の登録商標になっている。以下の案内機常識による新交通システム路線を運営している。横浜シーサイドライン金沢シーサイドライン車両も参照大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。IC カードは全国相互利用 IC カードが利用できる。 2017年3月までは2013年より開始された交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応しておらずパスモとスイカ以外の全国総合利用 IC カードは使用できなかった次の駐車場を経営している京浜急行電鉄金沢八景駅の駅舎橋上加工時においては株式会社横浜シーサイドラインが国土交通省の鉄道駅 総合改善事業における補助金を受けられる第3セクターであることから事業主体となる。2013年2月に3月23日の第2回シーサイドラインフェスタの告知において公式キャラクターが発表された。発表されてから数週間、はがきにて名称を募集した結果、キラキラシータンと名称が決まった。2014年8月にシーサイドラインをモチーフとした。 鉄道娘、柴口好みが誕生し、同キャラクターを起用したプロモーションやグッズ販売が行われている。2017年2月からは、券売機の画面にも、柴口好みが登場するようになった。同4月より、タレントの河野ゆりやを、リアル鉄道娘柴口好みと指摘をしている。シーサイドライン車両基地にて、シーサイドライン沿線から、金沢区を笑顔に、を目標に、 2012年から毎年3月にシーサイドラインフェスタを行っている。シーサイドラインやその他の鉄道のグッズ販売やシーサイドラインが主に走っている金沢区の特産品や地元の学生による披露宴等を行っている。シーサイドラインの沿線コラボ企画としてシーサイドライン沿線の企業等をめぐるツアー。毎回数十名を抽選で募集する。 2019年2月時点で実施回数25回目となる。2001年5月に第1次中期経営計画を作成し、2002年度より2010年度まで単年度黒字を達成している。第2次中期経営計画においては、2008年度までに累積損失は100億円以内を達成したものの、2009年3月時点で21億1713万円の 債務超過状態にあった。2010年8月に横浜市から25億円の増資を受け、債務超過状態は解消された。2005年12月に策定した第二次中期、経営計画では、2008年度までに累積損失を100億円以内にし、2013年度までに債務超過を解消することを目標とした。2009年3月に策定した第三次中期、 経営計画では2008年度と比較して社員数を約10%減、車両や地上設備の更新、付帯事業収入10%増を目標とした。2020年1月10日付の朝日新聞で2015年に米軍から返還された上瀬谷通信施設跡地の再開発に伴うアクセス鉄道として横浜市が相鉄本線。 瀬谷駅との間、およそ2キロメートルに新交通システムを付設し、運行主体を横浜シーサイドラインに行わせる構想が報じられた。同月中に環境アセスメントに入るという。横浜市は2026年に開催される国際園芸博覧会を同跡地に招致し、その後テーマパークと集客施設の開発を行う方針としていて、そのアクセス手段として、 エイジティの建設を検討している。さらに、横浜市議会議員、佐藤茂の政策報告によれば、上瀬屋から、さらに延伸し、若葉台を経由し、JR 東急長津田駅もしくは、JR 東下市場駅に至るルートを検討しているという。これらにより、横浜市西部開発地区の交通網の整備を推進するという。ありがとうございます。